ガーズチャンネルです。どうもー、みゆです。レイナです。セナです。はい、2022シーズン、はい、始まりました。始まりました。はい、メイン MC がですね、はい、私たち3人とニューフェイスが横で待っておられます。そうなんですよ。ここに待機してるんですよ。はい、じゃあ登場してもらいましょう。どうぞどうぞ。よっよっ、はじめまして。新メンバーの日和です。はい、日和です。はい、近づいてきて、近づいてきて。あ、日和です。22シーズンはこの4人で MC をさせていただきます。はい、お願いします。お願いします。ということで、はい、今年初めての企画はですね、はじめましてということで、全員の自己紹介と今シーズンの目標をみんなに聞いてきたので、はい、ぜひ最後まで楽しんで見てください。どうぞ。どうぞ。言う、どうぞ。どうもどうも。はい、今シーズンで7年目になります。はい、背番号337番パフォーマーのみゆです。はい、みゆさん、バンダさん。はい、気づいたらね、なんか7年目になってました。うわ、はい、今シーズンの目標お願いします。はい、私は今シーズン、はい、7年目で、はい、ちょっと大丈夫ですか。大丈夫ですか。7年目で、はい、ちょっとベテランの域になるんですけど、はい、そこは偉そうにならずに、入ってきた時の気持ち、はい、初心の気持ちは忘れずに、はい、新しくサブリーダーになるレイナと、リーダーになる夏をしっかり支えて、はい、既存メンバーが多い分、新メンバーのフレッシュさには負けないように、はい、全力パフォーマンスを届けるのがビーズガールズの役目だと思うので、はい、去年よりもっともっといいシーズンになれるように、うん、しましょう。頑張りますので、はい、皆さん今シーズンもよろしくお願いします。お願いします。そして一つ目標があって、私たち SNS、Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、アメーバブログ、ビーズガールズ、はい、いっぱいしてるんですけど、ちょっといろんな方にもっともっとビーズガールズをしていただくためにも、うん、個人のアカウントももっともっと頑張ろうと思うので、はい、ちょっと目指せ1万人。あー、すごい。 YouTube 目指せ1万人。そうですね、はい、以上。今シーズンはそっちにももっともっと力を入れるので、はい、ビーズガールズのパフォーマンスと、ちょっと私たちの裏を見れる、はいはい、SNS などもその姿をね、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、フォローお願いします。フォローお願いします。ミュウでした。ありがとうございました。どうも。どうも。こんにちは。こんにちは。じゃあ自己紹介お願いします。はい、背番号355番、ボーカルのイナです。よろしくお願いします。これがイナポーズと言います。皆さん覚えてください。はい、何年目でしょうか。今シーズンで4年目になります。おめでとうございます。早い、早い、ほんまに。今シーズンも最後は悔いなく笑顔で終われるようなみんなでハッピーなシーズンにしたいです。よろしくお願いします。はい、お願いします。グッバイ。こんにちは。こんにちは。はい、では自己紹介お願いします。はい、背番号358番、リーダー夏です。どうもー、リーダーです。てないです。リーダーになった夏さん、はい、今シーズンの目標を教えてください。今シーズンはチームとしては日本一をね、取りに行かないといけないので、はい、頑張っていきたいのと、はい、よいしょよいしょよいしょはい、よいしょ。なんかデジャブ、デジャブ、なんか見たことあるな、これ。受け継いでいく、受け継いでいく。違う違う、目標ですよね。目標は、まあ、やっぱりリーダーとしてチームをサポートして、うん、やっぱ引っ張っていけるような存在にならないといけないので、自分に厳しく、はい、頑張っていきたいなと思います。はい、リーダーお願いします。お願いします。続いていきます。そう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 なっちゃんでした。バイバイ。今シーズンで4年目になります。はい、パフォーマーの背番号360番、レイナです。もう一回お願いします。今シーズンで4年目になります。背番号360番、パフォーマーのレイナです。よろしくお願いします。お願いします。レイナは今シーズン何になったんですか。サブリーダーを務め緊張して務めさせていただきます。はい、じゃあそのサブリーダーのレイナさんの目標を、はい、そうです
ですね。教えてちゃん。なんかまだ経験したことない立場でちょっと不安とかもあるんですけど、うん、新しくリーダーになったなっちゃんを支えながら、はいはい、ビーズガールズもね、うん、ちゃんと先輩方の受け継いで引っ張っていけるような存在として、はい、今シーズン精一杯頑張っていきたいと思うので、はい、そして日本一を目指して頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ぴょんぴょんしんでいいの。よろしくお願いします。ニックネームはえいぴょん。じゃあ自己紹介の方お願いします。はい、背番号362番ボーカルのぬいです。はいはい、どうもどうも。ぬいさんは何年目になったんですか。私は3年目になります。どうも3年目ですね。びっくりしました。あの名前見て、うん、自分の上から5番目で、うん、それ分かる分かる、びっくりしました。共感共感。5番目と思ってびっくりしました。ぬいは今年ボーカル戻ってきましたよ。じゃあそれも含めて今シーズンの目標を教えてください。はい、私の今シーズンの今シーズンの目標はやっぱりボーカルとパフォーマンスを経験してることはなかなかないと思うので、うん、去年のパフォーマンスで学んだことをボーカルにも生かしつつ、うん、またボーカルでも皆さんやカザネにたくさん教えてもらいながら成長していけたらなと思います。はい、期待しています。頑張ってね。脱いでちた。バイ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 、小次郎。こんにちは。こんにちは。じゃあ自己紹介をお願いします。背番号366番、ボーカルのカザネです。何だ何だ、作ってるから何それ。はい、お願いします。何年目ですか。2年目になります。先輩だ。先輩になりましたね。新メンバーじゃなくなります。あ、ほんまや。ちょっとその気持ち取れた？そうなんです。だからちょっとお姉さんに行こうかな。無理があるかと。無理がある。ちょっと路線違うけどな。関係ないかな。ちょっと外れてる。そんな外れてる風間さん。外れてない。今シーズンの目標を教えてくださいませ。今シーズンは1年目ですごいファンの皆さんに温かい言葉で助けていただいたので、はい、今シーズンは私が元気を与えられるぐらいのパフォーマンスをしたいと思っているので、はい、成長した姿を見せられるように頑張ります。はい、頑張ってね。カザネでした。バイバイ。はい、こんにちは。背番号367番、パフォーマーのゆいです。何年目になりますか。2年目になりました。おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと明日髪型を変えようと思っております。明日ない、明日ない。これ出てる時にはもう髪型変わってるか、変わってますので、はい、あのこの私も覚えててください。じゃあ今シーズンの目標お願いします。今シーズンの目標はいっぱいあるんですけど、何が一番やろ。やっぱり皆様とちょっと厳しい状況になりつつありますが、一瞬一瞬を噛みしめて楽しく最高の一年にしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、背番号368番、パフォーマーのみくです。よろしくお願いします。お願いします。好きな言葉はズバリ初心なんです。え、バカにしてますか。ちなみにミクさんは何年目になりましたか。あ、今シーズンで2年目に。あ、先輩に、先輩先輩。じゃあそのミクリンさん、はい、今シーズンの目標をズバリ言ってください。ズバリ。ミクさん、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 無理ですよね。でも本当に初心貫徹っていう言葉のように、うん、初心を忘れずに、そして先輩になるんで、はい、やっぱり先輩らしく頑張りたいと思います。はい、真面目だね。今日も。今日は真面目だ。初心貫徹。どうも。どうも。赤髪になったんですね。はい。赤？はい。ピンク。ピンクか。ピンク。今赤です。今赤です。色落ちする？はい、多分色落ちします。じゃなくて。自己紹介を忘れた。自己紹介お願いします。はい、パフォーマーのセナです。はい。何年目ですか。2年目です。あー、
生なるも2年目になりました。先輩にね、なりましたね。はい、じゃあその先輩のお世なる、はい、今シーズンの目標を教えてください。はい、後輩ができたので、はい、もうちょっと先輩らしくちょっと舐められないように頑張ります。舐められない。舐められるかもしれんで、ダメ、やばい先輩やと思われないように大丈夫でしょう。頑張ります。はい、頑張ってください。みんなでした。ラム、こんにちは。こんにちは。背番号370番、パフォーマーのマホです。はい、はい、そんなちっちゃいマホちは、はい、ちっちゃい何年目になりましたか。今シーズンで2年目です。お寿司が大好きなベイビーです。はい、ではベイビーちゃん、はい、今シーズンの目標をお願いします。今シーズンは1年間皆様にたくさんの愛と元気をいただいたので、はい、恩返しというか、うん、私も皆様にたくさん愛と元気を与えられる1年にしたいなって思ってるし、はい、2年目なんで、うん、ちょっと自分にいっぱいいっぱいならずに全体も見れるような、うん、ちょっと成長も見ていただけたらいいなって思います。はい、ります頑張ってください。ありがとうございます。マホでした。背番号371番、新メンバーのボーカルのアイリです。はい、お願いします。ボーカルさんですね。透き通る声をお持ちのアイリさんです、はい、ちょっとアイリは、はい、あ、おばかちゃんよね、はい、そのちょっとおばかちゃんのアイリさんは、今年の目標は、はい、ちょっと初めてのことばっかりで緊張もあるんですけど、全力でパフォーマンスして一緒に盛り上げていきたいと思うので、最高の1年にしたいと思います。はい、ありがとうございました。バイバイ。こんにちは。こんにちは。背番号372番、新メンバーパフォーマーの琴音です。はい、お願いします。琴音は、はい、ビーズガールズ一番の高身長です。はい、そうですね。すっごいよ。168cm。 はい、はい、そんな高身長の琴音さんの、はい、今年の目標を教えてください。はい、新メンバーとして何事にも真摯に向き合い、全力で取り組んでパフォーマンスさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。あ、中国語が得意なんやな。なんか喋れるんやっけ。はい、お、あ、じゃあぜひ。はい、大家好、我叫琴音、我会努我会努力的，尽力的工作。啊，もう何も分かんない。谢谢，谢谢，谢谢。ありがとう。やつやつ。ことねだよ。何でてけ、何でてけ。文字マシャも。あ、なんで言ったの？こんにちは、ことねです。これから頑張るのでよろしくお願いします。すげえ。ことねでした。シェイシェイ。しかしら。こんにちは、背番号373番、新メンバーのひよりです。ひよりのチャームポイントはどこですか。もちもちのほっぺです。はい、じゃあちょっともちもち感見してくださいまし、はい、思ったよりもちもちやった。ひよりはね、うりこさんをしてたんですね。うりこしてました。はい、じゃあひよりさんの目標を。はい、今年の目標は、全ての活動に高い志を持って積極的に取り組み、ファンの皆様と共に熱い声援を選手に届け、チームを勝利に導く存在を目指します。すごい、すごいな。真面目考えてきました。頑張ります。ヒヨリンでした。ありがとうございます。もちもち。どうもどうも。ういういしい。では自己紹介お願いします。はい、はい、背番号374番、新メンバーパフォーマーのゆかりです。お願いします。なんか新鮮ですね。なんか緊張するこっちも。はい、ゆかりは韓国語が得意なんですか。はい、じゃあなんか喋っていただいて、はい、いいですか。はい、大丈夫です。はい、こんにちは。こんにちは。そのゆかりラブハミーだ。おー、よろしみ、はやすみだ。え、かわいい。わからん、かわいい。なんて言ったやろ。訳して、訳して。こんにちは、はじめまして、ゆかりです。なんとか、応援、頑張るぞ、みたいな。あ、似てます。うわー、すごいです、私。似てますよね。ほんまなんて言ってたん。ゆかりだよ。一生懸命頑張ります。おー、似てました。
かわいい。じゃあゆかりの目標をぜひ教えてください。はい、新メンバーらしくフレッシュに笑顔で頑張りたいと思います。かわいい。そして球場を熱く盛り上げられるようなパフォーマンスをするので、はい、今シーズンよろしくお願いします。お願いします。ゆかりでした。皆さんこんにちは、ウィーズガールズです。2022年はこの14人で活動させていただきます。今年もオリックスバファローズとビーズガールズを応援してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして本日もビーズガールズチャンネルご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんコメントと高評価とそしてチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。じゃあね。